はい、サイ。南国大学校長、マーシこと吉川雅弘です。今日ご紹介するのは、ドローンです。今日はセルフィー用のね、小さなドローンを紹介させていただきました。今ではドローンが本当に生活の一部となってきましたよね。誰もが1台はドローンを持つような時代になってきました。そして、家族のポートレート写真だったりとか、思い出、旅行記、いろんなシーンでドローンが使われるようになってきました。もう産業用ではなくて家庭用として使われるサイズになってきたので、きっと視聴者の皆さんの中にもドローンをお持ちだという方もいらっしゃると思います。まあ、ドローンはどこかに飛んでいきました。今日皆さんとお話ししたいテーマ、それは卒業です。南国大学という環境なんですけれども、もちろん入学してくださる人たちっていうのはいっぱいいます。しかし南国大学という場所はですね、ここがゴールではないんです。南国大学で学んだこと、お金の稼ぎ方、生活の仕方、マインドセットの持ち方、いろんな収穫をそこで得て、そして、その後に自分の夢に向かって旅立っていく、卒業していくメンバーたちもいます。僕らの仲間たちの中にはすでに南国大学を卒業して世界中で活躍しているメンバーたちがいます。まあ、その中には、引き続きですね、南国大学と提携を結んで、卒業したメンバーの会社と一緒に、協業ですねさせていただいている人もいますし、もう完全に独立をしてですね、自分の進む道をですね、歩んでいる、そういった仲間たちもいます。まあ、これから、僕たちの配信を見て、南国大学で学んでみたい、南国大学で夢を叶えてみたいと思う人たちもきっといらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、決してですね、ここをゴールだと思って、入学してこないでほしいと思います。南国大学というのはあくまでもあなたがあなたの夢を叶えるお手伝い、あなたが独立してグローバルな人材になっていく、日本を代表するようなメンバーになっていく、そういう人たちが世の中にあふれることが私たちの夢なんです。なのでここで培った技術、ここで学んだノウハウ、スキル、そういったものをですね、胸に南国大学の思い出もですね一緒に持って、そして世界へ羽ばたいていってほしいと思います。なのでもしも今これをご視聴くださっている皆さんの中でなりたい自分がある、叶えたい夢があるという方、私たちは夢は必ず叶うと証明し続けている集団です。不可能というものは存在しないんだと証明し続けている集団です。ですから私たちと一緒にですね、あなたが今まであなた一人の力では成し遂げることができなかった夢を一緒に叶えていきたいと、そう思っています。なので、卒業した後のビジョンもですね、ぜひメッセージに書いて、南国大学で何を学んで、その学んだこと、そして得た資金をもとにどんな夢を叶えたいのか、その、メッセージをお待ちしています。ではまたお会いしましょう。